りさ、来年マレーシアに世界で2番目に高いビルが完成するらしいね。PNB-118 のことか。首都クアラルンプールに2014年から建設中の商業用超高層ビルだよな。ドバイのブルジュ・ハリファには及ばないものの、高さ656メートルもあるらしいぜ。完成すればこれまで世界2位の座についていた上海タワーが追い越されるというわけだ。ああ、今の世界2位は上海にあるんだ。マレーシアも行きやすいし、いつか行ってみたいな。よく見るとデザイン的にもかっこいいね。そうだな、他の世界トップクラスの超高層ビルと比べても見劣りしないぜ。あれ、世界上位の高層ビルってなんだかどれも変わった形だね。普通のビルが全然ないじゃん。まあ、目立つ建物だしデザイナーも気合い入れてるんだろ。あと、実は高層ビルの場合は、変わった形の方が風に強いという話も以前したはずだぜ。教えてもらった気がするけどもう忘れてしまったよ。それほど真面目に説明してなかったしな。よし、今回は奇抜な超高層建築物の合理性を改めて解説してみよう。ゆっくり土建図鑑。さて、ではまずはじめに風が建造物に対していかに大きな影響を与えるのかを、超有名な失敗事例であるタコマ橋崩壊事故を通して説明するぜ。風で橋が崩壊したの？そうなんだ。この橋は1940年にアメリカ合衆国ワシントン州に架けられたものなんだけど、当時の最新理論に基づいて設計されたにもかかわらず、完成したその年に風に煽られてあっけなく崩壊してしまったんだよ。よっぽど強い風だったんだね。ハリケーンでもやってきたのかな？いやいや、風速はたったの19メートル。まあ弱い風ではないけど、全然珍しい規模ではないな。ちなみにこのタコマ橋は風速約60メートルに耐えられるように設計されていたんだよ。設計の3分の1の風速じゃん。それでもこんなに派手に崩壊するのは謎すぎる。当時の人はびっくりしただろうな。橋の崩壊前にも風が吹くと上下に大きく揺れていたんだけど、一体何がダメだったのか謎だったんだ。この振動の原因となったのが、以前にも紹介したカルマン渦ということだぜ。これは流れの中に障害物を置いた時に、その後方で交互に発生する渦だ。これ、前にも解説してくれたね。でもそもそもなんでこんな渦が発生するんだろう。それはちょっと説明が難しいんだけどな。とりあえず、例えば円柱に向かって一様な流れがあるとき、超ゆっくりとした速度の流れなら渦は発生しないんだ。ところが流速が速くなると、流れが円柱から剥がれる。すると円柱の裏側に流れの速いところと遅いところが発生するだろ？その速度の差が渦を発生させるんだよ。はじめは円柱の後ろに双子渦が発生するわけなんだけど、流速が大きくなるとこの渦が円柱から放出されるんだ。これがカルマン渦だな。この渦は雲の形にも現れるような普遍的な現象なんだぜ。でもさ、なんでこの双子渦は同時に放出されないの？交互に発生する理屈がよくわからないな。確かに、上乱が完全に一切なければこのような形も成立するかもしれないけど、渦の配置にわずかでもズレが生じると結局互い違いの配置に変化するんだよ。要するにこの配置が物理的に安定するんだ。この渦の安定的な位置関係を理論的に明らかにしたのが、物理学者カルマンなんだぜ。なるほど、それでカルマン渦って名前なのか。さて、話を戻すとタコマ橋でも橋桁にカルマン渦が発生したということだ。そして、この渦から受ける力の周波数と橋の固有振動数が一致してしまい、共振を起こしたことで橋の崩壊を引き起こしたんだぜ。マリサ、固有振動数についてもよくわからないんだけど。固有振動数とは、外部から力を加えなくてもその物体自身が振動を続けるときの1秒間に振動する回数だぜ。例えば振り子は最初だけ力を加えればあとは勝手に揺れ続けるだろ？この時、1秒間に重りが往復する数が固有振動数なんだ。そして固有振動数と一致する周波数の力が加わると、その構造物はますます振動が大きくなる。これが共振という現象なんだよ。話をまとめると、タコマ橋崩壊事故の原因は橋桁に周期的な渦が発生して共振を招いたことにあるということだぜ。そっか、風に煽られやすい構造物は渦対策が重要ということだね。わかってもらえたようだな。ついでだけど、この渦は割と最近でも問題となった事例があって、2021年5月に中国の超高層ビルが地震もないのに大揺れして立ち入りが制限されたんだ。この原因は屋上にある飛来針と航空障害等の役割を果たす2本の巨大な柱でカルマン渦が発生したことだと判明して、すぐさま屋上の柱の撤去が決定したんだよ。ビル本体の構造が原因じゃなくてよかったね。そう、ビルの本体部分が原因だったら取り返しがつかないよな。というわけで、風の影響が大きい超高層ビルはカルマン渦の対策も考慮に入れなきゃいけないということだ。ではここから、高層ビルの形状と風対策に関する論文を紹介しよう。
これは台風工学で有名な先生の研究で、論文によると、世界の建物高さランキング上位100棟では、正方形拡柱や長方形拡柱といった形状の建物は 5% に満たず、偶角部形状に工夫を加えた建物が 25%、そして不正形な建物が残りの 70% を占めていて、特に高さが高ければ高いほど、変わった形の建築物が多い傾向にあるようなんだ。へぇ、普通の形の超高層ビルって本当に少ないんだね。そう、もちろん超高層ビルは都市のランドマークアイコンとして、建築意匠的な美しさを重視して特殊な形状になったという要素が大きい。ただし、それだけじゃなくて風に強い構造を追求した結果として、変な形に設計されたという側面もあるんだ。そこでこの研究では、どのような形状の超高層ビルが風に強いのかを実際に調査したんだぜ。これは、すごい数の調査だ。これらの形状は高さ400メートル、幅50メートルの正方形拡柱を基本形状として、高さと容積が同じになるように決定されている。風の影響は模型実験とコンピューターシミュレーションで検証されているぜ。そしてこれがその全ての結果だ。と言ってもちょっと数が多すぎるから、ここでは一部抜粋しよう。この棒グラフは小さいほど風速の変動の影響を受けにくいということだと思ってくれ。灰色は風向きと同じ方向の影響、黒色は風向きと直行する方向の影響だぜ。風と同じ方向はともかく、直行方向の影響ってどういうこと？メインとなるのはさっきのカルマン渦だ。建築物の左右に交互に渦が現れることで、風向きと直行する方向にも大きな力が加わるからな。普通の四角柱形状の場合に着目すると、風速の変動の影響は、風向きよりも風向き直行方向の方が大きいということがわかるぜ。一方でねじれた形状の場合を見てみると、風向き方向はもちろん、それ以上に風向き直行方向が大幅に改善されている。あと、ここまで形状を変えなくても、コーナーをカットするだけでも大きな効果があることがわかるな。面白いなぁ。あとは上層部でセットバックする形状も効果が大きいね。そうそう、これはどういうことかというと、一応こういうビルでも渦は発生しているんだけど、ビルの形が高さによって違うことで、渦の配置や大きさも同じように高さによって異なるからなんだ。力の加わり方がバラバラになって打ち消し合うってことか。うん、これはねじれた形についても同じことが言えるぜ。一方でどの階層も同じ正方形のビルは、どの階層も同じタイミング、同じ周期で渦が発生しやすくて、どうしても影響が大きくなるということだ。そういえば上海タワーもまさにねじれた形をしていたよね。それ以外にも世界にはねじれた超高層ビルがたくさんある。見た目もかっこいいし、風にも強くてとっても理にかなった形ということだぜ。まあねじれた形に限らず高さ方向に形を変化させるのは有効だから、いろんな形状の超高層ビルがあるってことだな。見た目だけを考えて奇抜なデザインになっているわけじゃないってことね。あと、ついでに話すと奇抜な形は他のビル風対策にも有効なんだぜ。ビル風というのは、規模の大きな建物の周辺で発生する風。種類はいろいろあって、代表的なものは建物の偶角部のところで、風が剥がれて突風になる剥離流だ。あまりに強い剥離流は、周囲の歩行者や住民に被害を与えかねないから、対策が必要になるんだけど、偶角部に切り欠きを設けたり、曲線的な形にすることは有効な手段の一つなんだよ。他にも、建物に当たった風が下に向かう吹き下ろしというビル風もあって、これは上に行くほど細くなるビルにすることで、地面に吹き下ろす風の量を削減できるんだ。建物自体のことじゃなくて周囲の環境も考えなきゃいけないのか。近年はビルが原因で起こる強風対策のために、新たにガイドラインを制定する動きもあって、重要なポイントなんだぜ。ということで、超高層ビルの奇抜な形の裏には、特殊な風対策と周辺環境への影響を考えた技術的な素晴らしさがあるということだ。じゃあ今回はここまで、最後まで見てくれてありがとうだぜ。